皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史、第5回目は平安時代について復習します。皆さん歴史に限らずいろんなものを覚えようとするとき、いっぺんにたくさんのものを覚えようとしていませんか？人はだいたい覚えるのに数に限界があるそうです。だいたい7つくらいまでしか覚えられないそうですね。ですから7つ以上のものを覚えようとしても頭に入っていかないと、覚えてもどん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 古いものを忘れていくと、だから覚えられない、勉強ができないということになります。ですからまず学習をするときには学習する項目5つくらいに絞りましょう。ここでも5つ以内に絞って学習を進めていきます。それから書いて覚えるという人がいます。書くというのには欠点があります。時間がかかるんですね。それから一生懸命質問に対する答え考えてるんですけどなかなか出てこない、書けない。これはなぜかというと頭に入っていないからです。頭に入っているかどうかを確かめるにはどうすればいいかと言ったら、質問の答えを口で言ってみると。口で言えるものは覚えているということです。口からスムーズに出てこないもの、これはまだ覚えていないということですよね。ですからまず質問に対する答えを口で言う練習をしてください。口で言うんだったら時間も短い時間でできます。何回も繰り返します。繰り返すことで頭に残っていきますよね。ですからそういう練習をしてスムーズに出てくるようになってから書く練習をしましょう。テストは書かなければなりませんから、やはり漢字で書く練習でも、それは最後にやっていきましょう。ではここで学習を進めていきます。794年桓武天皇が京都に都を移しました。この都を平安京と言います。この時代東北地方では江見氏という人たちが朝廷に対して反乱を起こしていたんですね。その反乱を収めるために坂の上の田村麻呂という人が征夷大将軍に任命されて東北に行って、この反乱を鎮めました。で、新しい仏教が中国から伝わりました。これ平安時代の初期ですね。どんなものが伝わったかというと、天台宗、これを伝えたのは最澄というお坊さんです。で、真言宗、これを伝えたのは空海というお坊さんです。最澄が伝えたのは天台宗、空海が伝えたのは真言宗、真言宗を伝えたのは空海、天台宗を伝えたのは最澄。このように自分で質問してその答えをスムーズに言える、こういう練習をどん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 していきましょう。このスムーズに言えるということはね、頭に残るということですから、短時間で何回も繰り返すと効果があります。それから平安時代絶対出てきそうなのが摂関政治ですよね。これ藤原氏が摂関政治を行っていたと。じゃあ摂関政治の摂関って何かっていうと、摂関政治の摂っていうのは摂政のことで、摂政というのは天皇が幼い時に天皇に代わって政治を行う役職で、関白ね、摂関の関というのは関白のことです。関白は天皇が成人した大人になってからですね、天皇に代わって政治を行う役職、つまり天皇は政治をできないということですよね。摂政と関白が政治を独占すると、権力を握ってしまうと。藤原氏はそういう政治を行っていたんですね。この藤原氏が一番力を持っていた時、それは11世紀前半の藤原の道長と頼通という親子の時代、これが藤原氏が最も栄えた時でした。じゃあなぜこんな摂関政治を行って権力を持てるようになったのかというと、藤原氏は自分の娘を天皇の妃にして、そこで生まれた子供、その子供を幼いうちに天皇の位に就かせると、そして摂政として政治を行うと、大人になってからは関白として政治を行うと、このようにして、力を権力を握っていったんですね。で、藤原氏が行ったのは摂関政治、摂関政治を行ったのは藤原氏、代表的なのは、藤原の道長と頼通、頼通の道はこの通るという位置なので、この道長の道と違うので、ここもちょっと気をつけておきましょう。なぜそんな権力を握ることができたのと言ったら、藤原氏は自分の娘を天皇の妃、奥さんにして、でそこで生まれた子供、これを幼いうちに天皇の位につかせて自分が摂政として政治をやったと、こういうことですね。さて、この時代国風文化もよく出ますよね。国風文化、これは
遣唐使を廃止して、この時に生まれた日本の風土とか、ね、生活、これにあった文化のことです。遣唐使を廃止してどのくらいでこの国風文化が生まれてきたかというと、およそ100年経ってから生まれてきたということです。国風文化って何？遣唐使を廃止したことで生まれた日本の生活や風土にあった文化、遣唐使を廃止したことで生まれた日本の生活や風土にあった文化を何ていう？国風文化、こんな風に質問して答える練習してください。で、どんなことが実際にはあったのかと、神殿作りという、ものがあります。これは平安時代の代表的な貴族の屋敷の作りで、ね、屋敷はこうコの字型になっていて、庭があって池があって、ね、そんな感じの作りですね。これ神殿作り、平安時代の代表的な貴族の屋敷の作りと。それは金文字が生まれました。それまでは漢字、これを使っていたんですけど、今度はひらがな、カタカナ、これが生まれてきます。日本語を 音の通りに表す文字、これが仮名文字ですね。で、仮名文字によって新しい文学もたくさん生まれてきました。特に女性の文学が有名です。紫式部の源氏物語、清少納言の枕草子、これは、男性ですけど、紀貫之が古今和歌集、古今和歌集をまとめています。仮名文字が生まれて、どんなものが生まれた？紫式部が書いたものは源氏物語、清少納言は枕草子、紀貫之は何をまとめた？古今和歌集をまとめた、ね、古今和歌集をまとめたのは紀貫之、枕草子を書いたのは、清少納言、源氏物語を書いたのは紫式部と、ね、この源氏物語というのは世界で最も古い小説だそうですね。さて次に移ると、浄土の教えというのがこの時代広がっていきます。これは念仏を唱えて阿弥陀仏にすがれば死んだ後極楽浄土に生まれ変われる、こういう教えです。極楽浄土というのは、この阿弥陀仏が、仏様がいる世界で、苦しみが何もない世界、そういう世界に生まれ変われるという教えです。ここでは建物として、藤原の寄り道、ここに出てきましたね、道長の子供ですね、寄り道が建てた、阿弥陀仏を祀ってある平等院鳳凰堂、ね、これ十円玉に載っているんですけれど、これが有名です。この平等院鳳凰堂もテストに出ることがあるので覚えておいてください。では通して復習していきます。で、新しい仏教が伝わりました。どんな仏教ですか？天台宗を伝えたのは最澄、真言宗を伝えたのは空海、最澄が伝えたのは天台宗、空海が伝えたのは真言宗、摂関政治を行ったのは誰ですか？藤原氏、藤原氏が行ったのは摂関政治、摂政って何？摂政って天皇が幼い時に天皇に代わって、政治を行う役職、関白は天皇が成人した後で天皇に代わって政治をやる役職。藤原氏が栄えたのは、11世紀前半の藤原頼通と、道長と頼通、この親子の時代と。どうして藤原氏はこんな風に権力を握ったのと、藤原氏は自分の娘を天皇の妃にして、生まれた子供を幼いうちに天皇の位につかせて実権を握っていったと。国風文化というのが生まれた。国風文化ってどんな文化？遣唐使を廃止したことによって日本の風土、生活に合った文化、これが生まれたと。実際にはどんなものがあった？神殿作り、当時の日本、平安時代の代表的な貴族の家の作りのことです。屋敷の作り、金文字が生まれた、どんな文学ができた？紫式部が源氏物語、清少納言が枕草子、紀貫之が古今和歌集をまとめたと。古今和歌集をまとめたのは紀貫之、清少納言は枕草子を書いた、源氏物語を書いたのは紫式部で、浄土の教えが広がっていった。浄土の教えってどんな教えって、念仏を唱えて阿弥陀仏に勤めることで、極楽浄土に生まれる、変われるという教えです。で、阿弥陀仏を、祀ってある建物で有名なのは、この頼通が、藤原頼通が建てた平等院鳳凰堂、これが有名です。こんな風にどん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 口から出して言う練習、これ短時間でできるので、この短時間で何回も繰り返すことでどん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 頭に残って勉強ができるようになっていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に歴史の復習をしていってください。ではまたお会いしましょう。また、この動画
あ、役に立ったと思った人にはチャンネルの登録お願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。